トボン、高原地図トボン高原は、兵庫県神崎郡上川町にある高原。山野草の宝庫、すすきの大群記事として知られている。雪彦峰山県立自然公園に属する、標高800から900メートルに位置する、面積約90ヘクタールの草原。波打つような、緩やかな起伏が連続する、周氷河地形の一種の化石周氷河斜面と呼ばれる、地形で、秋は、 草原に一面が銀色の絨毯となる日本有数のススキの大群記事である。また湿原では多くの鉱山植物を見ることができる。近代以前は茅葺き屋根材の茅の伐採地であり、その環境を維持するために毎年雪解けの時期に山焼きが行われてきた。それによってススキの大草原が出現することとなった。 カヤを伐採しなくなった現在もススキの大草原を維持することを目的とした山焼きが毎年4月に行われている。当地は2010年公開の村上春樹原作の映画ノルウェーの森の主要撮影地となって以来映画やドラマの撮影地として利用されるようになった。2017年の山焼きの際には天加作業員の地元住民がススキにつけた火が引火し大焼けどを負い 後日死亡した。そのため2018年の山焼きは中止し、2019年はイベントや見学客の立ち入りはせずに行う。ありがとうございます。